どうもこんにちは。まあネットビジネスに裏技があるとしたら、あれですね、経費がかからないってことですかね。ビジネスをやるのに経費がかからないって、その失敗のしようがないですよね。でもネットビジネスでなんか大借金作る人っているんですよ。だからそれは私は思うんですけども、まずは無料でできることをやらないからかなと思いますし、あとはね、裁ける分のリスクを取るっていうことかなと。裁けないリスクを取っちゃうと借金抱えて首が回らないことになっちゃうんで、ビジネスで稼ぐはずなのに損しちゃったみたいなね。そもそもそのビジネスの根っこのところがまあちょっとこうおかしいのかなと。つまり裏技みたいなのがあると思ってサボってね、裏技を購入すれば儲かると思っちゃうと、そんなわけないってことですよね。だからやっぱこう裏技をお金で買うって発想じゃなくって、自分だけの技をね、やっぱこう見つけていくってことですかね。例えば量産をするとかね、誰にも負けない量産をするってのも自分だけにしかできないことかもしれませんし、ただ自分だけにしかできないことって実は誰にでもできることなんですよね。だから自分だけがやったこととも言えますよね。いってらっしゃい。